タブレットじゅんチャンネルです。今日は素敵なゲストをお招きいたしました。稲川俊二さんです。またお会いしましたね。1年ぶりですかね。もうなんていうのかな、もう会えないかなと思ったんですけど、このご時世もね、だいぶいい方向に行ってて、そしてまたね、タブレットじゅんさんと会えるなんて嬉しいじゃないですかね。え、早速なんですけどね、お話しさせていただくんですがね、30年ほど前になりますかね、当時お付き合いしていた女性がいたんですよ。私あの古なしアパートだったんですけどね、彼女っていうのは寮生活で、その寮っていうとあのお風呂とかねあるんですが、先輩とかねいっぱいいて、そのあんまり長く入れないらしいんですよね。そんな時に私のお世話になってる社長さんが海外に出張が決まった、1ヶ月間家を空けるってんで、お前どうだい、あの私の家ちょっとね人が住んでないとあのちょっとカビたりするんで、あの風通しとかね、そういうのを含めて住んでくれないかいなんて言われて、何もないですからね、私住むことにしたんですよ。お風呂がすごいんですよ、でジェットバスとかついちゃってね、であの彼女も呼んでいいなんてね社長さん言ったんで、彼女呼んだんですよ。である日呼んでね、私風呂溜めてあげたんだ、彼女のために。私は銭湯とか行ってるんでね、結構湯船にね足を広げてね入ってるんで、彼女とかそういうのないからね呼んであげたんだ。で彼女にね、お風呂入るの一緒に入ろうなんて言うんですよ。で私いいよ、もう一人でゆっくり入りなさいよ、あなたが入った後私入るからっつって、彼女先にお風呂に入れたんですよね。で出てきて私が入ったんですよ、あの湯船入ろうかななんて思って、え、何かね湯船の上にパカーンってんですよね、真っ白い、なんていうのかな、切手ぐらいの大きさみたいなのがパカーンって見せるのが見てるんだ。あれー、なんだかやだな、怖いな怖いな、何か浮いてんのかと思ってよーく見ると、あー、え、やっぱり切手なんですよね、どう見ても切手なんですよ。そこで分かった、彼女ね銀行員だったんですよ。当時今みたいなメールとかじゃないからね、あのお客様とかね顧客にハガキ出しておきたから切手とか貼るじゃないですか、おそらくハンコとかね、なんか押すのもあるのかもしれないですけど、切手がなんか入り込んじゃったのかな体に、それでなんかお風呂入った時何なんだろうななんてね、私気になっちゃったからね、独自のルートを駆使して探っ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 たんですよ。すると分かったんです、そうなんです、それ彼女のお尻についてたトイレットペーパーのカスカスですよ。いやー、私何が驚いたっていうとね、お風呂入るときだいたい汗とかね体流してから湯船使うのかなと思ったら、彼女はそのまま入っちゃってたらしいんですよね。私嫌になりましてね、その日やることだけやって次の日別れちゃいましたけどね。はい、ありがとうございました。まさかの結構霜だ、もう分からないです、どれが霜なんだ。はい、まあでもギリギリセーフじゃないですか。ギリギリセーフ、あ、おっぱいさんちょっと。はい、久しぶりの BB フォローさんです。どうも BB フォローです。上から読んでも下から読んでも BB フォローね、おなじみでございます。はい、はい、BB フォローチャンネルに、はい、お邪魔しまして、はい、で今度はタブレットじゅんチャンネル、じゅんちゃんに出ていただくと安定して本当再生数がいいっていうんで、その運営側も、はい、じゅんちゃんとまた定期的にやってくださいって言われて、本当に言われてるんですよ。本当に生々しいです、生々しい話なんですよ。そろそろクビになりますからね。いやいや、そういうことを言ってるとやめないでってね、送ってくれるんじゃないかなって、ね、まあ今コロナ禍で階段がブームになりまして、で稲川淳二さんもニコニコ動画さんとか、うん、SNS ですごい精力的に活動されてまして、うん、そしたらやっぱ同じね YouTube 稲川さん見たら本物に行っちゃうじゃないですか。だからそれは仕方ないですよ、ね、でも結局あれよあれよでね、はい、階段ブームになったら仕事が全く来なくなったって、隠れてた逸材がどんどん出てきちゃいましてね。そうですそういうことですよ。広島カープブームの時もブーム前までお仕事いっぱいいただけてたんですけど、本当のブームになっちゃうとなかなか来ない。いい流れが来たのに。そうなんですよ
ね。すごい初期からやって。そうですそうですそうです。だから分かってる方は分かってくれるんですけどね。もう今もう懐の中に何もない状態ですね。何か出すって言っても。今だから就職考えて。ちょっと暗い。いやいや暗くなりました暗くなる。なんかあんまりうまくいかねえなと思って。あそうですか。はい。営業みたいの、まあ、僕もそうですけど。営業なんか一本もないですよ。なんか買いたいイベントはあるんですけど、やっぱりこのコロナ禍で皆さんご自宅でね、YouTube とか見るようになってありがたく、さら階段やる方もすごい増えて、あ、こんなやつこんなとこに住んでたんだ、こんなやつこんなとこにいたんだって言われて、北海道でイベントやるって言ってももう結局その YouTuber で人気だ、YouTube で人気だった北海道出身の方集まってイベントやったり、東北は東北でやったり、でも一切声かかんなくなりましたね。あ、五郎さん本当ジュリー本当好きですよね。好きですけど最近さらにチケットが取れないんで、あ、誰か回してくんないですかね。このカバレット純チャンネル経由でお金はしっかり払いますよ。いやそうですけど、いやそれは当然のことですけど、買ってる人は多分同じで何枚も買ってるでしょうね。本当そうだ。いやいや、そうです。それでこの席嫌だっつって売るんですよ、メルカリとかで。あれでもそういうちょっとなんか嫌な、嫌ですよね。だってもう1分でもう売り切れちゃうとか、こっちもなんか、あ、本当に欲しい人がちょっと買えないなんか、ね、扱えないと困っちゃいますね。ムード会はそういうのないんですか。やっべ、今度都市伊藤がとかないですか。純烈さんとかは、ね、あるのかもしれないです。ああ、純烈さんのオーディション受けようかな。ダチョウさんは入ったんですよね。なんか一応まあエンターテイメントとして。純烈さんのオーディション行こうかな。純烈入ろうかな。入ろうかな。純烈関連の人よく知ってますけどね。結構ね、そう我々はというか。誰でしたっけ、ショーン・コネリーみたいな。あのおじいちゃん。ジョン・コネリーみたいな、え、純烈さんを育てたあの健康ランドのどこがジョン・コネリー、あの方ですか、ええ、真似してたじゃないですか。あの方、亡くなったんでしたっけ。いや、この間もありました。あったかですか。なんか一時ちょっとご病気で手術されたって言うんでちょっと心配してましたけど、ね、電話がねえな。電話が来ると長いですよ。ちょっとだけ真似やってもらってもいいですか。アロリー、どうでしたっけ。アロリー、純烈って今面白いコンビ作ったんだよ。あのね、みんなヒーローものでさ、それを結構なんとだけ回らすって面白くないかい。あ、それで今ね、頑張ってやってるところなのよ、なんて純烈さんを作った時よく電話いただいて。最近喋ってないからどんなあれか忘れちゃいました。でもそんな感じ。アロリもうちょっと抑えた感じ。アロリ、いや、いるんですよ、純烈さんをプロデュースしてた初代のね、その健康ランド、純烈さんイコール健康ランドっていうなんかイメージを埋めつけた方ですよ。あ、そうか、やっぱそうなんですね。そうですそうですそうです。そういう意味ではすごい、いや、すごい方なんですけど、電話が長い。まあまあ、ね、まあ、いい人いい方なんですけど、はい、そんなわけで、はい、五郎さんいつかのラジオやってまして、まあ、何特集がいいんですかね、五郎さん。僕一回送ったんですよ、はい、かからなかったんですよ。え、送ったって何なんですか。いや、まあね、失礼な言い方して、まあ、亡くなられたりするじゃないですか、有名な著名な方が、うん、ただ純ちゃんありがたくその方追悼を込めてなんとかさん特集って言って、うん、その時に僕が好きなジュリーの歌で、実はこの人、亡くなられたこの方に作ってもらってたんですよ、この曲かけてくださいってその、はい、送ったんですけど、かかんない。BD フォローで出しました。いや、あの本名の川野正さん。いや、じゃあちょっとそんなマニアックなちょっとあれ、堤さんがお亡くなりに、あ、はいはい、なった時に、ジュリー実は女たちよっていうコンセプトアルバムで、確かにドラマのね、源氏物語とかテレビでやってた流れで、堤さんの幻想的な、ちょっと僕中学生高校生の頃それ後追いで買ったりしたらちょっと合わなかったんですよ、体が。 AOR とかいうやつなんですかね、なんかちょっと合わなかったんですけど、今のシティポップ、そうです。大人になって聞くと
こんな素晴らしい、ね、なんで敬遠してたんだっていうのがあって、それで純ちゃんのラジオ聞いてて、そういうのあって思ったんですけど、確かあれね、ラジコで聞いてたから1週間くらいだったっていうオチを言っただけなんですけど、五郎さんラジオに出たら放送禁止とか言わない言わない、ね、生放送は 2,3 秒ラグがあるんで言っても大丈夫ない言えない言えない、どういう 2,3 秒生放送でも大丈夫です、 2,3 秒実はラグがある2,3 秒でどうしたらいいんですか、 2,3 秒で、あー言っちゃったってそんな厄介な人いいです、いやいやいや、この昔の人がはい、チェンジカット一気に行って、はいはいアウト、今のことダメよ、野球にそうですよ、ジャッジする人が多いです、そうなんです、だから なんかね、純ちゃんだと本当分かりやすい、ジュリー特集って言ったら幅広くなっちゃうじゃないですか、うん、タイガースの頃から好きだっていう方もいるし、ああいうストリッパーのビジュアルとかあるし、はい、じゃあ五郎さん、じゃあちょっとパンクちょっと呼んで、パンク特集ちょっとパンクはあんまりうちのその番組ないかもしれないですね、あ、そうなんですか、ゆりおかさんがあのシティポップみたいな、シティポップ、ゆりおかさん何を選んだんですか、結構山下達郎さん、まあシュガーベイブから入ってみたいな、村田和人さんとか、あ、すごい、でもあのそうですね、ゆりおかさんもその辺結構好きみたいな、あれはビース湯川東明さん、子供バンド脱退して村田さんの、そうです、あの娘さんが湯川しおんさんっていう、あの潮騒の潮に音って書いて、詳しいですね、やっぱり、いや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 、湯川東明さんってあの知ってます、昔のライブ、あの昔って言い方失礼なんですけど、あのライブハウスで育った今の60代70代の方、ミュージシャン、多分耳皆さん悪いんですよ、爆音なんですよ、ちょっとあるかも、子供バンドとか見に行ってもすごいですよ、大音量なんですよ、だから確かにその世代の方ちょっと遠い方いらっしゃるかも、えっそれもちょっとギリギリ、ママさん最後に、えもう最後なの今結構今、えじゃあ歌うんですか、ママさんせっかくなんでやっぱジュリー、ジュリーですね、はい、素晴らしい授業では、まあ、おこがましいですが、我々がはい、はい、じゃあちょっと曲とちょっとうんちくもじゃ語りましょう、あ、五郎さんもしうんちくがあったら、はい、コバルトの、あ、季節の中で、あのもうね、20年ぐらい前、昼間のラジオとか、もう本当に暦が9月1日になると、うん、最初はアナウンサーの方が、まあ、始まるじゃないですか、あ、ラジオ始まりました、今日9月1日ですねって言って、なんかいろんなことを話すじゃないですか、その後、本日の1曲目、コバルトの季節の中で、秋の歌なんですよね。当時は9月1日って、もう暦が変わった途端、秋だっていう、暑くても。本当、どこの曲もこのコバルトの季節の中でをかけてたんですよ。あ、9月の時期。1日で。あ、まだでもかなり暑い。暑いですけどね。まあ、この方、あとは小谷夏さんがね、作られてますけども。あの、久世光彦さん。あ、久世照彦。あ、照彦、光彦って言ったの。あ、はい、ごめん。ごめん、あれ弟だ、久世光彦。あ、そうなんだ、いや、知らないどういうボケが、クゼテルヒコさん時間ですよとかね、時間ですよ、はい、ジュリーと志村けんさんのさあ殺せもクゼさんが演出してましたからね、あの舞台、あ、そうなんだ、面白かったですね、笑い死にしました、じゃあ一緒に、はい、あ、どんな曲調で歌える、あ、歌、あの歌は、コーンバルトンが目に来にますね、誰だ、東北にいそうな人です、普通に、普通に、髪型が変わりましたね、秋風によく似合いますね、何か悲しいことあったのでしょうか、コバルトが目に染みますね、誰だって
て秋は一人ですね。だから今朝は何も話しかけません。幸せの手触りが今とても懐かしく足早に過ぎてゆくこの秋の中であなたを見失いたくないのです。あなたを見失いたくないのです。もうフローさんにはありえない爽やかさ。いやこれ言うんですけど、バンドの時澤田さんはもう本当にもうロックで歌うんで、あかっこいいですよね。ジュリーのコンサートに行くとフローさんの心もちょっと浄化される。いや浄化されますね。悪口は言わない。悪口じゃない、本音しか言わない。そうか。じゃあそんな感じで話は尽きないんですけれども、またぜひ。はい、あ、いえいえ。一瞬のような。はい、はい、はい、BB 五郎さんでした。急に。